千葉県立鳴門高等学校は、千葉県三部市鳴門にある県立高等学校。略称、成功。1899年に一府県一校以上の中学校設置が義務付けられ、桜中学、千葉中学に続き、木更津中学、大滝中学、佐原中学と共に、千葉県で3番目、旧和佐国では、初めての県立中学として設置された。 千葉県立鳴東中学校を前身とし、九十九里平野を見下ろす小高い丘の上に位置する学校である。普通科の他に、理数科が各学年1クラス設置されている。普通科は3年次から文系、理系に分かれ、2年次から普通科には希望者による特別進学クラスが1クラス設置されている。生徒は主に、東金市、三部市、八幡市、 三部分から通学している。ナルト駅からは少し遠いため、ほとんどの生徒が電車と自転車、バスを併用して通学している。公式野球部は、プロ野球選手を輩出したことがあり、1989年の夏の甲子園に初出場し、智弁和歌山を破った。他にもソフトテニス部、ホッケー部も、全国大会の出場経験がある。二期生。なお、 2000年に100周年を迎え、新体育館屋根には、ナルトー校とデザインされた。1898年、千葉県当局は既存の千葉中学校に加え、桜藩の藩校以来の歴史を持つ桜中学校の県立遺憾、沢原、調子、木更津、大滝、北条への中学校設置案を通常県議会に提出した。当初の千葉県の原案では、 鳴門への設置は含まれておらず、学校と学校との距離は、おおむね、十里内外となっており、桜中学校の権利追換が、規定路線となっている中では、鳴門への中学校設置は困難とみられていた。しかし、鳴門が誘致活動していた、第二市販学校の設置案が立ち消えとなっており、市販学校の代わりとして、当面の間、 桜中学校の分校という形ででも中学校を誘致すべきという声が上がるようになっていた。ナルト町は中学校設置を町だけの運動とはせず、軍全体の運動とするべく、三部軍に支援を要請したが、これには大きな問題が存在していた。三部軍内の地域対立である。三部軍は百九十七年、山部軍と武者軍の統合によって設置された軍で、 あるが、旧山部軍の中心だった東金と、旧武者軍の中心だった鳴ルが、軍役所の誘致をめぐって激しく対立し、その他の要因も加わって統合後に至っても対立が、尾を引いていた。旧山部軍からの議員が多数を占めていた三部軍、議会は、鳴ルの動きに影響される形で、東金への軍立中学校設置を兼議していた。軍内融和のため、 中学校設置そのものを棚上げにすべきなどとする意見も出る中、1898年12月5日、千葉県知事は市政方針演説の中で、鳴門への中学校設置に初めて言及、12月14日に、桜、沢原、調子、木更津、大滝の五校とともに予算案が可決された。1年間の準備期間を経た、1900年2月2日に、 千葉県桜中学校鳴門文庫設置が工事。4月1日に、鳴門高等小学校が仮校舎としていたもと、正で初の入学試験が行われ、117名が受験し84名が合格したが、この時点ではまだ校舎がなく、法選寺を仮校舎として借り受けることになった。4月8日に入学式が行われ、翌日から授業が開始され、 6月14日には、現校地に校舎が完成して移転している。1901年4月13日には、桜中学校の分校から、千葉県鳴門中学校の名で独立校となり、独立直後の5月17日に、千葉県立鳴門中学校に改称された。1902年1月19日には、校地の東南端に6部屋、定員34名の寄宿舎が完成。 東京高等師範学校教授、波間綱乗によって、全容量と名付けられ、並間によって記号された変額が飾られた。この当時、学校と剣道を直接つなぐ道路はなく、生徒は曲がりくねった小道をたどって峠下をしていたが、登下校時の混雑や雨天、下時土時のぬかるみが大きな問題となっていた。 これを解決するため学校と県道を結ぶ100件の道路建設を計画していたが、用地の買収をめぐって、地主との折り合いがつかず、建設の目途が立っていなかった。1910年になって、地域有力者の仲介などもあって、用地の買収が成立し、11月16日から職員、生徒を動員して、建設工事が始まり、12月24日に完成した。 翌年、皇太子、義人親王が、ナルト中学校に行刑した際、この道路を通過したことから、それ以降、行刑記念道路と呼ばれるようになった。1914年、ナルト中学校において、初の大規模な学校騒動が起こる。ことの起こりは2学期の始業式と日本の対独占戦戦賞書報読式の後に行われた、離任式で退職する2名の教諭が退職は、 本意ではなく、校長に強いられたものとする挨拶をしたことから、生徒の間でこれを不当とする声が広がった。9月9日に5年生が授業を、ボイコット、校長室を取り囲み、数度にわたって教えようとし、これを阻止されると、周囲のガラスを割れるなどの行為に及んだ。他学年にも同調者が出た、この騒ぎを聞き警官も学校にやってきたが、校門で阻止され中に入れなかった。 結局、校長が身体伺いを県に提出することを条件として、生徒は解散した。一週間の臨時休校後、保護者会が開かれ、保護者代表が謝罪して、一応解決したが、処分者を出さない約束だったにもかかわらず、処分と受け取れる動きなどもあり、感情的なしこりが残り続けた。1915年の卒業式では10名の、 卒業生が参列するのみという事態になっている。その後も大正昭和初期を通じて、ナルト中学校では学校騒動が続いて起こることになった。代表的なものとしては1919 19年、学年あたり30名の落第者を出したり、マラソン大会が多すぎるなど厳格な教育への反発がきっかけとなったもの、1922年、 予選会において、下級生代表が当時校内で横行していた5年生による、鉄拳制裁を揶揄する挨拶をしたことがきっかけとなったもの、1924年、運動会の審判への不満がきっかけとなったもの、1927年、盗んだ下級生の靴で学校教練に臨んだ5年生の生徒が教師に叱責されたことをきっかけとするものなどが挙げられる。 このような状況から外部からストライキ学校とも呼ばれたが、長子中学校の廃校後、九十九里浜沿岸地域の旧正中学校は、ナルトのみとなり、広い地域から生徒を集めた。ナルト高校の校歌は、大和田武木作詞、闘技徹的作曲によるものであるが、制定時期は不明である。1903年に初めて校歌を歌ったとする一期生の回想も、 残されているが、記録に残っているものとしては1904年に、行われた創立5周年記念式典の式次第に、総額、効果聖書とあるのが、効果に関する最古の記述である。当初効果はあまり定着せず、1909年、新任の体操教師が着任した頃から体操の更新に適しているとして、旧制一高の領化、アー玉杯に花受けての不死で歌われるようになった。 1940年に行われた創立40周年記念式典の際に原曲で歌われ、これを機に原曲による歌唱が定着していった。戦後、2番の歌詞にある、君がよちよに守ります八幡の宮の海隆史の一節が、時代にそぐわないとして2番の歌詞を削除、1番のみを効果として、現在に至っている。ナルト高等学校の交渉は、 創立時の本校であった千葉県桜中学校の王家の交渉の図案をそのまま流用したもので、唯一の相違点は王家の中心部の文字が、ナルトの生に置き換えられていることである。創立直後の1900年9月1日、2学期始業式に続き、後期の制定式が行われた。初代後期は35年間用いられた後、1935年。 創立35周年記念事業の一環として、講演会から寄贈された二代目後期にとって変わられた。鳴門高校の場合、旧正中学から新生高校に移行した後も、二代目後期に中学校を示す文字がなかったことや制定から、さほどの歳月も経過していなかったことから、旧正時代に作られた二代目後期が長く用いられていた。 三代目後期の登場は1989年のことである。三代目後期は憲比96万円で制作され、この年の3月8日に行われた卒業式で初披露された。2017年度の在校生の居住地を自治体別に分類すると以下の通りである。 主な出身中学校別の生徒数では、大網白里市立大網中学校が67名、東金市立東金中学校が50名、九十九里町立九十九里中学校から40名、東金市立東中学校の36名、三部市立成門東中学校から35名、横芝光町立横芝中学校が34名、東金市立西中学校と旭市立、 第二中学校から各33名、三部私立鳴門中学校と横芝光町立、高中学校が各32名、八街市立八街中学校及び八街中央中学校が各31名となっている。2020年1月時点での活動中の部活動、同好会を可期する。ありがとうございます。